ウィースマリオメーカーやっていくよ。やばいコースだよ、これは。3分間なんで。あ、でも、それでも180秒なんだけどね。ツイッターでいただいたコースです。でもってね、タイム制限があるらしいんで、180秒ギリ、多分179秒とかそういう感じなんだよ。あ、タイム見ればよかったな、クリアしたの。とにかくハードなコースです。若干練習したよ。コースの流れはだから、掴んでます。それでも、多分、100から200くらいは死ぬであろうコース。よーし、オッケー。結構、タイム調整が難しいんすよ、今んとこ。ほっ、2の、サンガリアで、あー、クルーン入った。オッケー。さあ、行くよ。踊ろう、黒花と。よいしょ、オッケー。で、一旦落ち着いて、ここに乗る。嘘、そこでミスんのか、俺。オッケー。よいしょ、かぶります。はい。ここ集中。オッケー。かぶるよ。じゃなくて、あ、いいんだ。かぶるんだ。よし。ここまで来ましたね。こっから、このエリアだけ、半自動化します。はい。で、ここで半自動終了。ほっ。P 踏んで、土管に入る。隙間くるん。オッケー。で、入って、ちょっと急いで。はっ。あー、クルーンいらなかった。よいしょー、これが、危ねえ、今度は、やばいやばい、危ねえ、なんとかなった。ふう、結構厳しい。これもね、結構死ぬけど、逆にそれの方がプロくね。あー、怖い。はっ、危ねえ。オッケー、よしこれは、落ち着いて、落ち着け、俺。降りれない。オッケー。次は、キック、ヒップドロップだったかな。オッケー。かぶって、これはしょうがないんだよね。ほっ。よし。降りて、落ち着いて降りて、ドアに入ります。これは、相当急がなきゃいけないやつ。早すぎた、危ねえ。いい調整したぞ。逆にね。早すぎた。そっちのパターンもあんのか。大丈夫、降りて。よいしょ。T 押しで来なきゃダメで、T 押しとはここでお別れ。あー、これか。バネ待ち。よいしょ、ほっ。うわー、届かなかった。あぶねー、ナイス。あぶねー、上当たりそうだった。よし、ついに新しいとこに来た。あー、なんだっけ、これか。あー、間に合うかな、今。最初、スタートがぐずったぞ。あぶねー、いい反応。あぶねー。うわあ、やらかした。くるん、え、嘘、当たった。嘘だ、当たってねえよ今の。マジかよ。よし、抜けてきたぞ。ほい。オッケー。よーし、来た。新エリア。2のサンガリアー。言いたかっただけです。すいません。あっ。あー、届けなかった。下来るんか。うわ、届いたけどメット取られちまった。ええ、お前そのミスは本当に下ネタ言いたくなる。マジか。行くぜ、ぬるりと。
集中します。集中しますとか言ってるから死ぬんじゃん。さあ、メットかぶってきたぞ。行くぜ、オラ。さあ、オラ、完全クリアじゃボケ。来たー。あとは時間なんだよな。よし、すべては時間なんすよね。タイムアップギリギリだと思うんだけどな。ここまで来たことがないからわからねえ。うわわわわわ、もったいな。え、時間足りねえんだけど。削りの作業しなきゃなのか。
さあ、3秒余らせた。あと3秒は余らせられるな。集中しすぎてて全然喋れなかったな。すいませんでした。多分 BGM で繋いでると思うんだけど。さあ、先生。やったー。さあ、じゃあこれ行きましょう。音符抜け、音符抜け、音符抜け。これは難しくねえか、マジか。これも？あ、一発！一発！では、こちら行ってみましょうか。The Seven Works Reloaded 6。さあ、7つとりあえずなんかやらされる感じだよね。生徒派系のコースから始まり、まずはじゃあ、ドア3つ攻略って感じか。左だな。P！P 置いて、しっかりと視界に入れながら、あぶねえ。はい。ね。ここで踏むのか。でも持ってけそうだよね。え？帰ってきちゃった。ああ、いいんだ。ここで使うんだ。なるほど。もう先行っちゃってもいいんだよね。どうせこっちで取ってくるんだから。うわっ、あっ、焦った。これ、いいのかな？こっちかな？あ、こっちかな？はあ。ワンワンを、オツ。あ、P ありましたね。よいしょ。ここで降りちゃって大丈夫？ OK？ まだなんかありそうな気するけどな。あの中間まではできればミスりたくないっすな。次はファイアーエリアらしいね。うわ、乗った。まあ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 、ここは調子乗ってなければ当たらないと思うんだ。あのキノコ欲しいっすね。うわ、取れなかった。諦めよう。ここは落ち着いて赤キラを処理していきます。よく見たらボムヘッジ、あ、これ足場なくなるのか。よいしょ。上の様子をしっかり伺ってから行く。オーケー。まあ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 、さすがにその赤キラーさんにやられることはないっすよ。フラグじゃない、これは。これはフラグじゃない。上押しっぱで大丈夫ですね。オッケーです。よし、中間ゲット。これはオッケーですね。さあ、あと4つかな。これで半分っぽいよね。ですね。じゃあ、こっから。あ、大丈夫。どうせ、コイン。じゃなくて P 取ってくれば OK だからね。今度ガリガリエリアですね。でっかいのが逆に、弊害。でっかい弊害がありそうだな。動きがどうしてもね、重くなるからね。いや、重さ的な意味合いじゃなくて。あ、しまった。すよねー。キノコ取った瞬間とかっすよ。こういう時で言うとね。メット被った瞬間とか、ファイヤー取った瞬間とか、自分その感じがあるんですよね。そういう嫌いがあるんですよね。もうこればっかりは性格なんで治りようがない。治りようがない。意識しようとすればね、少しはマシにはなると思うけど。ほっ。よいしょ。うわっ。ほらね。帰り道とかね。まさにですよね。よろしくないんだよな。難しいコースとかだとね、ずっと集中してられるんだけどね。どうしても気が抜けちゃうんだよな。ほっ。これも帰り道。あ、これはショートカットできるようになってるんだ。ありがとう。セイト。さあ、ラストかな。多分ラストスターでなんかやらされる感じですかね。土管入って、土管入って、調整して、あ、中間、違う。まだやるんだ。こうなって、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 OK ですね。赤コイン全部取って、ファイアーマリオになって、トゲ取って、トゲじゃない、影入って、あ？いらっしゃる？クッパさん。あ、じゃあクッパはいねえんだ。
ジュゲムさんがいらっしゃる感じだね。別に取ってきちゃってもいいか。まあいいかな。食らった。しまった。あれ ?P が出ない。やべえな。こいつ倒さないとマジでやべえな。よし。バブル注意して、OK ですね。うわいや、取っときましょうね。あぶねえ。できればもう一回向こうまで連れて行ってもらいたい。サンキュー。いい仕事してくれたと思います。おっぶねえ。ちょっと無茶しすぎたな。さすがにね。よーし、でも突破しましたよ。7つ目の試練を。さあ、お疲れ。緑のキノコじゃなくて緑の悪魔を取って終了ですね。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオース。